今回はアニメ推しの子第24話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。さあ推しの子最終回だ。ゴールデンタイム視聴ラストオープニング始まった。最終回でも通常オープニングで始まるアニメは名作。パタール聞けるのも最後だ。ラストキララジャンプかわいい。2期最終回リアタイ提供重曹ちゃんかわいい。有馬かな提供かっこ何万ダブ。重曹の可愛さがゴールデンタイムに。夏は半目組さん無双でしたな。ルビーメンタル最悪。事情聴取星のルビーちゃん取り調べ。五郎視聴者的にはやっとだけどルビーからしたら突然だよね。まるで実行犯みたいな暗い顔で取り調べ受けてる。五郎の遺体がついに公に。天宮五郎であってた。アクアの前世の遺体。自分の遺体かっこ白骨か見るのやだな。 MV の収録まだあるのか。できるよ。目から光は消えていない。ルビーショックだよな。ルビーの心境やいかに。心配するミヤエモン。聖母ルビーの星が細い。五郎先生に会うために頑張ってきたルビーのことを思うと苦しい。ごめん。アクアの元の姿だもんな。朽ち果ててグロテスクな前世の自分。16年ほど見つからなかったのすごいよな。探してもらえなかったのも悲しい。他殺隊だった。何もかも守れなかったら自分のせい。そんなのさ、殺した人が悪いに決まってるじゃん。黒川茜の認知プロファイリング。あの骨俺のだしとは言えないからな。ごめん本当にごめん。あの死体に関わりあるの言っちゃった。見つけて欲しかったんだな。自分の遺体を見るというありえない出来事。この言い回しだとアクアが犯人みたいだな。茜ならあの遺体を見つけてくれると。見つかるように仕向けていたってことを正直に言っちゃうところが憎めませんよね。茜の声が優しい。本当はずっと見つけて欲しかった。利用していた。あの人がアクアくんの。茜、察しが良すぎる。もう前世とか受け入れてない。茜ちゃんすげえな。茜のことを利用してた。茜は使い勝手のいい捜査官だった。見つけてくれることに期待していた。苦しい。見つけてくれてありがとうだね。知っていたよ。ルビーちゃんもアクアも茜ちゃんもしんどいよね。これは大胆な告白じゃん。なんとか見つけてくれたことに感謝する星のアクアマリンくん。見つけてくれたことに感謝はするんだな。景色が良すぎて心に刺さりますね。茜はその罪悪感ごと寄り添いたい、そう思っていた。私がいない方がいいんだよね。茜ちゃんを手放すのは惜しいぞ。止まれ。茜の心の声と実の声がオーバーラップしてる。茜。茜の全て知ってても強くて賢くて優しくて包み込んでくれるところにアクアは利用してるって思ってるかもだけど、実はきっと頼ってたんだろうな。アクア、お前イケメンすぎるんだよ。茜ちゃんの涙がカッコ泣き。だけー、いだけー。もっと早く言うべきだった。茜ってやっぱ本当にいい女や。ヒロインレース、ここに決着す。今度は俺が茜を守りたい。お前そういう優しさ出しちゃうからあかんのやぞ。茜ええ子や。ちゅうすぐキスするのよくないぞ。アクア、茜ちゃん守ってね。茜ちゃんけなげかわいい。アクア、茜ちゃんを受け入れるのか。これ持って帰ったのか。先生の肩身。先生。事件当時のことを原始した。なぜ。は、いけないんだ。だから誰なの。ルビーちゃんに接触してきやがった。いけないんだ。ルビー急に大人な顔になったな。つくよみには全部お見通し。出たわね。誰だこいつ。放っておいて。遺体からもぎ取ったやつなんだよね。ルビーの前に例の謎の少女登場。今私すごい機嫌悪いから。ルビーの星がだいぶ消えてる。星のルビーちゃん病院を訪れるが、先生亡くなってたって知ってショック受けてる。つくよみが喋った。アニオリ演出やば。めっちゃ鳥肌立った。不穏な演出。なんか空気が。いつもの明るいルビーさんが。ルビー、あんたに言ってるのよ。ここからよく撮影望めるな。完全に心ここにあらずだな。ルビーちゃんの雰囲気がラッと変わったな。寒い。マジ寒そう。貴重な水着シーンわら。カナのギャグかおい。炎天下で真冬のコートわら。天才子役の声が鹿の子に寄ってきている気がする。なんて大変なお仕事なんだ。デフォルメムチョ。はぁ、やっぱりデフォルトメムチョはいいね。このデフォルメムチョかわいい。カナちゃんの無感情セリフ。重曹ちゃんだけが癒し。そうか、五郎と愛の関係はルビー知らんかったな。え、知りすぎてますね。
やっぱ誰かの転生者なのかしらん。やった犯人と中学生くらいの男の子。この子は何なの？中学生ぐらいの男の子は視察したやつ、大学生ぐらいのやつが本星か。カラス多すぎ。こいつに星の愛の出産情報を垂れ流してた中学生、そいつがアクアトルビーノ。そのもう一人が、宮野守か。カラス、黒い羽、ファタール。それを探すのがルビーの役目。この方の中の人は、結局これをルビーに伝えてどうしたかったんだろ。担当医、大事な日だからこそ消えた。ルビーまで業を背負わせる気か。有馬かなは可愛い。キャピ、真冬にこれはきついわらわら。タオル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 。こういう描写、好きです。20代後半になってくると落ち着いちゃうのよね。可愛い。これがプロの貫禄よ。有馬かなわらわら、落差わらわら。何かしてる有馬かなは可愛い。何かしてる有馬かなは可愛い。かっこ超激しく同意。有馬感想で可愛い。お前をずっと見てるぞって監視してそうなカラス。愛の娘です。寒そう。まるで誰かの真似をしているみたいな。この頃はまだ愛の真似か。重曹ちゃんがセンターなのはまともに歌えるのが重曹ちゃんだけだからだよ。誰かの真似をしてるようなって、怖いほど合ってて鋭すぎるでしょ。私の大事な人を二人も奪っといてノーノーと生きてる。待って声やばい好き。アクアが復讐終わったのに入れ替わるようにルビーが復讐モードに。もうあの元気で可愛いルビーちゃんは見れないんですか？今度はルビーが闇落ち。絶対に丸してやる。うわルビーちゃんダークモードに。おお、ルビーさんにも復讐鬼が宿ってしまった。重責はずっとアクアくんが引き受けていたのに、ついにプロットに捕まってしまったか。ルビーの闇が。ルビーちゃんが闇落ちして。闇のゲームの始まりだ。アニメでもルビーが闇落ちしてしまった。闇落ち、来たな。アクアが浄化されたら今度はルビーが闇落ちしちまった。脳天気なだけでは得られない深みが不本意ながら備わってしまったようで。辛い、いろいろ知ってるからさらに辛い。ちょっと待てやばいぞルビー。ルビーがダークモード。それはアクアマリンの役目だったのに、ルビーが背負うことになるとは。ルビーにルビーの両目に黒い星が。次はルビーが闇落ち。星のルビーちゃんに眠っていた黒い炎が。ルビー、まるで1話のアクアの時と、これは相手の同じ演出。あかん、ルビーが闇落ちしてしまう。ルビーが覚醒してしまった。絶対に、ルビー怖い。アニメだともっと怖いなわらルビー。終了。鳥肌。アニメのクオリティ高すぎる。メムチョだけずっと簡単絵で笑った。メムチョが溶けてやがる。簡単メムチョ好きわら。簡易作がメムチョ。四重型。ルビーのこれが見たかったんだよ。新人声優の演技じゃねえぞ。満点や。メムチョどんどん簡単になってねえかわら。今度はルビーが復讐者への道へと歩き出す。なんか、皮肉だよな。ルビーちゃん闇落ち、辛い。目の星がグロに、兄がようやく救われたかと思ったら今度は妹が闇落ちしちゃったよ。闇落ちルビー怖え。え、ショックすぎたのかこの辺り読んだ記憶ないんだが。やっぱりこうなるか。二本目は時間もらっていい？才能に出会ってしまった者がここにも一人。温泉来たー。白髪のメスガキの声、子役っぽく聞こえる。声力なくなる、すごい。あかねさん、名探偵すぎる。サービスシーンでもヒロイン力を発揮するヒロインの鏡。有馬かな大丈夫。正式に付き合うってことかな。湯船に口をつけてブクブク、あざと可愛さがすぎるぞ黒川あかねかっこ歓喜。あかねちゃんのブクブク。有馬かなの貴重な裸シーン。湯気で隠すくらいならこんなシーン作るな。あかねちゃん、どうした？重曹ちゃんも来た。あかねとかなちゃんのお風呂シーン。有馬かなのおでこありゃ。配給で作品語るんじゃないわよ。羨ましいわ。羨ま。こっそり一緒に入りたい。もうリアル止まりじゃない。湯気仕事すんな。力入ってるなぁここの描写。まさかね。何かに気づいたあかねちゃん。温泉シーンだ。やった。元天才子役若干動揺した。あかねちゃん、某名探偵の世界でも通用するぐらいの能力なんよ。うわぁ黒星が宿りっぱなしだ。アクアの役者をやる理由。おぉ、ギリギリ逃げた。ルビーが原作より怖くて最高。絶対に殺してやる推しの子得意な。闇落ちやわら。何そのナイトキャップ。アカネも有馬かなも応援してる。会いたい人が芸能界にいるて。濁しつつルビーとお話しするアカネいい人。アカネが物語を良い感じに進めた。アカネちゃんは洞察力がすごすぎるんだよ。アカネ、きつい立場にいるなこれ。有馬、強く生きろよ。スミレ。黒星はよ消えてくれー。ロケ地宮崎県高千穂町。切実だな。お願い事、メムチョの帽子欲しい。
みんな売れますように。メムチョ仲間思いで本当に優しい。ミヤコさんだけ祈りが苦労性すぎる。問題起こしませんようにわら。ミヤエモンの願い事が切実すぎる。不祥事賠償問題が一番怖いもんな。社長一番綺麗だよ。社長頑張れ。神社でもアクアとアカネが並ぶように配置してるのアニメスタッフ GJ だよ。そう来るか。ルビーの瞳が黒くなっている。怖え。早くアクアがママと先生を殺した奴を見つけますように。ルビー、アクア頼みか。ここのアクア頼みルビー好きなんだよな。それは、芸能の神様に祈ることじゃないよ。みんな良い子だけど色々抱えたり考えたりしちゃってる中、メムチョの願いがみんな売れますようにで良い子すぎて泣いた。特殊エンディング ?B 小町完全オリジナル新曲&新 PV 来たー。MV 来たー。ぬるぬる作が来た来た来た。配慮ができる女、アカネ。もうヤンデレルビーだな。いいねこの MV。はぁはぁルビーいいぞいいぞいいぞ。急に新曲ぶち込んできたわら。シーカ、シーカ。新曲の MV。みんな可愛い。ガブ、ルビーちゃんの黒星良すぎる好き。目がずっとじゃ切ってるルビーちゃん。邪悪な笑顔。劇場版レベルのヌルヌル作画だな PV。新曲、なのに星が黒い。増殖。ひぃ、目がー。ずっと闇性目なルビー怖い怖い怖い。MV でもルビーちゃんの目が黒い。五郎の死を知る前のルビーと復讐を誓った後のルビーがごっちゃでやばい。新曲の MV 可愛いな。一見ポップな曲の PV だけど、時折ルビーの目が死んでるから怖い。そしてそれが売れてしまった。ここからルビーちゃんはずっと黒星。半年経過、アクアとルビーは2年生、アカネとカナは3年生。この終わり方は3期あるね。急な MV の作画エグすぎるだろ。ラジオ新章入りそう。ルビー闇落ちエンドか。これしけ谷の釣り堀。ここネガグラで出てきそう。最後に P オープニング IN2 の MV 持ってきたか。みんな願いが違う。そしてルビーちゃん。なるほど、ルビーの瞳は撮影タイミングで発見前後混じってるのか。ルビーあれからずっと星真っ黒なのか。アクアはいつもじゃなかったのに。願い終わり方的にさ、3期あるよな。CASD つくよみかっこ木のひな、神木ひかるかっこ宮野守、ゆらかっこ長谷川郁美。キャスト。神木ひかる、片寄せゆら？ちょっと待って、クレジットに片寄せゆらいたよ。協力。MV 可愛すぎるのに黒星という対比エグすぎんか、リアル頭抱えたわ。MV でもルビーの目が闇落ちしてて笑えない。闇落ち前後のルビーが両方 MV に入ってるのがエグいよな。新 MV 可愛い。愛無限高級永遠推し。続々する PV だった。ルビーのアクア呼びルビーにとってアクアがお兄ちゃんじゃなくなった。MV 凝ってるなちゃんとルビーの瞳の明暗分かれてる。なんだなんだ？ああ。星が消えた。Cパート、え。宮野？これは、これ絶対3期来るよね。遠くまで来たな。最後にきっちり印象付けたな。こいつ上限のみだろ。片寄せゆらキャラクターボイス長谷川郁美。ゆらの殺害シーンこんなところに入れると思わなかった。Cパートで片寄せゆら殺しやるのかよ。長谷川郁美出てたの。推しの子、3期ありますよこれ。3期来たー。まあそうですよね。3期制作決定。続きは、そうなりますのね。知ってた。まあそりゃありますわな3期。え、ラスト気になりすぎ、3期は来週からお願いします。3期制作決定来たー。もうこのまま来週3期入れる流れじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。3期も確定か。最近人気作は決まるの早いね。オープニングがアクアで、エンディングがルビーメインなのいいんだよな。3期、まあそりゃ来ますよね。感がすごい。やっぱり神木はマモで、つくよみは木のひなさんだった。終わっちゃった。面白い。早く3期が見たいです。ひょっこり白目無茶提供。推しの子3期制作決定おめでとうございます。アニメ3期制作決定。この時点で放送時期は分かっていません。アクアカの会は尊い。原作ミリ修正ですが。え、アカネルート？マジか、カナちゃん好きだから残念。3期決定、おめでとうございます。ミヤエモンの願いがタレント思いなのさすが。推しの子3期決定か。まあそりゃやるだろうなわら。え、神木ひかる。カナちゃんの愚痴は一服の清涼剤。原作を読んでいないから知らないが、推しの子、サスペンス色が回を追うごとに強くなっているような。第3期が楽しみです。ルビーがナイトキャップかぶって寝てるの見てアイドルだもんなと思ってたら、アカネもかぶってた。ルビーのそっけな声が良い。ルビーのボソボソ声ゾクッときました。ルビーの演出はアニメ1話のアクアの演出とかぶせてきた。
ビキの絵はドロドロじゃなくて普通の作画で見たかったなぁ。ああ、アカネちゃんと疎い。神木ヒカルが登場したんだから3期やること知ってた。ほんと顔のいいとクズだよね。何人やれば気が済むんだ。さ、3期だって。つくよみかっこキャラクターボイス木のひな、神木ヒカルかっこキャラクターボイス宮野守る。つくよみちゃんと神木の声優さん解禁されたぞー。アカネは兄妹が転生者という結論に達するのを拒否してるな。ルビー、闇落ちすることで悪魔的魅力が出たのは皮肉。フロシーンあまり見えないな。つくよみはやはりキノちゃんか。というわけで3期決定。動画工房なら初の3期、ゆるゆりも2期までだったし。ルビー闇落ち、楽しみの一つだったので見られてよかったな。3期楽しみ。絶対に殺してやるのルビーの演出と演技が刺さります。キャラ立ちしてきました。MV 可愛い、これなら注目されますね。この終わり方で3期決まってなかったらただ単に地獄なんだよな。3期制作決定ありがとうございます。30分あっという間でした。関係者の皆様第2期お疲れ様でした。繊細に作られていてたびたび胸をえぐられるようなシーンも。 B 小町の MV 可愛かった。第3期はいつからでしょうか。はい、というわけで推しの子第24話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。もし興味があれば他の動画もぜひ見てみてください。